2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩先生です。現在ゼロトレーダーは FX 統一となっています。今回は次回はジェット機やまあそれ相当のいいものをね、買えるかというふうな、または金がない生活費がなくなってしまう来年から早取り年金生活になるかということの瀬戸際で今稼げてません。しかしこれで稼げるんじゃないかというふうに、こちらなんですけども、今シグナルが来たんですね。 NZD USD なんだけどこれどこかな、上がったかな、これですね。これ厳しいデモなんですけども1280円買ってます。1日1280円買ってれば12080円です。ああ下がっちゃった。これで勝てるかどうか瀬戸際ですね。ここで負けると6280円になっちゃうのね。今日の収入がね、もし本番投資だったら1日1本でも多く、これ30回か40回ぐらい1日投資するんですけど、1日ね、1本でも買ってれば1万円ずつ投資したら1万円ですから、日当が取れるわけですね。20万給料もらえるわけです。月上がった、上がったらね、あ下がっちゃったな、どうかな、負けたかなかったかな、ここで上がってくれればいいんだけどね、下がっちゃったかな。ダメかな、がっかりだな。ちょっとこっちの方で見てみましょう。上がった、ちょっと待って、上がったよこれ。どうだこれ、あ上がった、上がった、上がったよ、上がった。こっちでゲージ言うとどうなんだ、上がったよ。これあとこれから5分のはずなんだけど、ちょっと早めの位置があるんですよね。ここのシグナルの位置が5分ずれることがあるんですよ。あ触っちゃった、あーきついなね。打ったとこでいいのかな、上がったよ。これ実際ではちょっと早打ちだったら負けて消えちゃったんだね、これね。あ、そういうことだ。だけど分かんないね、打ったとこは。ね。負けちゃったかな。ちょっとね、もう寒いから布団に入っちゃって、もう。暖房体に悪くて、ああダメか、ね、これ切れちゃったもんな。ちょっとこうやっといて、これね、成績やったと思ってシグナル出てパッと消えちゃうのね。続かないんだな、これがな。結構多いんですよ。これね。これダメそうな感じする。あ、こう。ね。ちょっと3秒ほど録画する時間が足んないですからね。どうだ、
少し上がってくれ。1000円でもね、1日買ってくれればね、いいんですよね。これ以上の方が見つかんないんだよね。これでもし稼げなかったらどうしよう。どういう方法にしようかと。もう一回上がってくんないとな。ちょっとまた分かんなくなっちゃう。録画切れちゃいます。